オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス,ス365最新ニュースへようこそ皆さんこんにちはパーソナリティの野瀬祐介です本日もフランス365のフランス最新ニュースのお時間が参りましたどうぞ最後までお聴きください番組は2部構成でお届けします第1部は 9月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。それでは9月第5週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。 ミニエッフェル塔20トン、警察が違法な土産品をおろしていた中国人業者などを摘発。9月19日木曜日、フランス警察当局は、パリ市内や周辺の観光地で観光客相手に違法に販売されている土産品の取り締まりを行い、中国人卸業者など9名を摘発し、エッフェル塔のキーホルダーや置物など、 およそ20トンを押収したと発表しました同性婚合法化から5年同性カップルのおよそ4割が子供を希望多くが体外受精、代理母出産に賛成9月25日火曜日同性両親家庭養護協会は同協会が事前に同性カップルに行った調査で およそ40%に近いカップルが子供を持ちたい。また、ほとんどのカップルが、体外受精などの生殖補助医療、代理出産に賛成していると回答したと発表しました。フランス、元首相、バルス氏、スペインのバルセルナの市長選挙に立候補を表明。9月25日火曜日、フランスの マニュエル・バルス元首相が、スペインのバルセロナ市長選に立候補すると公式に表明しました。それに伴い、フランスの国民議会議員は辞職すると発表しました。白人を吊るせ。パリ黒人ラッパーの白人差別化詞が大スキャンダルに発展。9月26日水曜日。 パリの無名黒人ラッパー、ニック・コンラッドが、ユーチューブに投稿した白人を吊るせの歌詞が、白人差別と殺人被さで社会問題に発展しているため、ジェラール・コロン内務大臣は、パリ警察局が調査を開始すると発表しました。フランス通信料金、競争激化で生涯月5ユーロ フランスは EU 圏内で最も通信料金が下落した国ですが、ここ数ヶ月でさらに料金競争が過熱しています。消費者一人勝ちの料金競争は各社の利益を圧迫し、業界の統廃合が進む危険性を含むと、フランスの経済専門誌、レゼコーが報道しています。続きまして、アンサンブルスタッフが、 この中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は同性婚合法化から5年、同性カップルのおよそ4割が子供を希望、多くが体外受精、代理母出産に賛成です。9月25日火曜日、同性両親家庭用語協会は、 同協会が事前に同性カップルに行った調査で、およそ40%近いカップルが子供を持ちたい、また、ほとんどのカップルが生殖補助医療、代理出産に賛成していると回答したと発表しました。フランスでは、2013年2月に国民議会で、4月に元老院で同性婚解禁法案が可決され、 同年5月18日に施行されました。同性婚を認めた国としては、世界で13番目です。施行後も、同性婚反対派による大規模なデモが行われるなど、依然として同性婚に対する根強い反発が残っています。反対する主な理由の一つに、すべての子供は父親と母親を持つ権利がある。 全ての子供は父親と母親から生まれるがあります。フランスの同性婚では養子縁組が認められているため、同性カップルも子供を持つことができます。一方、人工受精や体外受精などの生殖補助医療の権利は認められていません。生殖補助医療が適用されるのは、不妊など医学的理由があること、 42歳以下という条件を満たしている場合のみです。また、異性のカップルの場合でも、卵子提供には多くの規制がかかるため、受けられる可能性が低いのが現状です。代理出産に関しては、異性のカップル、同性のカップルともに、人体の譲渡は不可という、1994年に制定された生命倫理法によって、 刑罰付きで厳しく禁じられています。代理出産が認められている外国で子供を授かった場合でも、フランスでは市民登録をすることも、養子縁組をすることもできません。しかし、子供に市民籍がないため、身分証明書や健康保険証を持つことが困難なことから、2013年に当時のクリスティアーヌ 扉司法大臣の名前を取って付けられた扉法によって、現地で作成された依頼者を親とする証明書があるという条件のもと、限定的に代理出産によって生まれた子供にフランス国籍が与えられています。25日に、同性両親家庭養護協会が、フランスで生活している45歳以下の同性カップルを対象に行った調査結果では、 回答したカップルの実に4割が子供を持ちたいと答えたことが分かりました。また、調査に協力したカップルの多くが代理出産に賛成しています。回答したカップルのうち、およそ52%がすぐにでも子供を持ちたいと答え、35%が3年以内に家庭を築きたいと答えました。フランス世論研究所の フランソワ・クロス代表は、これらの結果は、国立人工学研究所が全フランス人を対象に調査した結果とほぼ同じ割合で、異性、同性カップルに関わらず、ほぼ同じ割合のカップルが子供を持ちたいと答えていることになると述べています。またクロス氏は、法律を変えなければ、同性カップルが海外で子供を持つことは避けられないとし、 子供を持ちたいと願う同性カップルのうち、およそ75%は、すでに生殖補助医療か、代理出産が合法な国へ行く準備ができていると続けました。また、とにかく同性カップルの親はすでに存在していると述べ、フランスでの同性カップルへの生殖補助医療、代理出産の議論は避けられないことを示唆しました。代理出産は、 不妊などで子供を持つことができない異性カップルも多く望んでいて、決して同性カップルだけの問題ではありません。現在フランスでは代理出産をめぐる議論が活発化していますが、不妊治療の裾野を広げることに前向きな人たちの間でも、カトリックの影響を受け、伝統的な家庭を維持することがいいとすると考えの人も多く、代理出産には、 批判的な人がいるのが現状です。では、ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。 Cinq ans après le mariage pour tous, près de 40 des gays et lesbiennes souhaitent avoir un enfant. Une grande partie étant pour la PMA et la GPA. L'association de défense des familles homoparentales (ADFH) nous apprend, mardi 25 septembre que selon leur sondage, environ 40% des personnes homosexuelles interrogées souhaitent avoir des enfants. De plus, la majorité affirme opter pour la procréation médicalement assistée, PMA, et la gestion pour autrui, GPA. Le mariage homosexuel en France La loi autorise le mariage homosexuel en France depuis le 18 mai 2013. Avec cette loi appelée le mariage pour tous, la France est alors le quatorzième pays dans le monde à autoriser ce type de mariage. Après l'application de la loi, il reste encore une forte opposition au mariage homosexuel et de grandes manifestations d'opposants au mariage gay ont eu lieu. Il y a deux raisons principales à cette opposition. Ils pensent que les enfants ont le droit d'avoir un père et une mère Selon eux, comme tous les enfants naissent d'un père et d'une mère, les parents doivent être hétérosexuels. L'adoption est acceptée, mais pas les PMA comme l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. En effet, les couples mariés homosexuels peuvent adopter un enfant. Cependant, la procréation médicalement assistée, PMA, ne leur est pas permise. Cette pratique n'est autorisée que pour des couples ayant des raisons médicales comme l'infertilité et ayant au maximum 42 ans. De plus, les restrictions sur le don d'ovules étant très nombreuses, dans la réalité, même les couples hétérosexuels ont peu de chances de pouvoir en bénéficier. La gestation pour autrui, GPA, toujours interdite aux couples homosexuels, mais aussi hétérosexuels. Depuis 1994, la France interdit la gestation pour autrui GPA. Il n'est ni possible d'adopter, ni possible d'inscrire sur les registres de l'état civil français l'acte de naissance d'un enfant né par GPA à l'étranger. Ces enfants n'ayant pas d'identité, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a réussi en 2013 à trouver une solution qui permet exceptionnellement à ces enfants d'être inscrits sur les registres français. Réclamation du droit d'enfanter lors de la Gay Pride en juin. Lors de la Gay Pride qui s'est déroulée le samedi 30 juin, de nombreuses personnes ont manifesté pour réclamer le droit d'enfanter à toutes les femmes et ont soutenu que tous les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, devraient avoir le droit de bénéficier de la PM. Beaucoup de couples homosexuels désirent avoir des enfants. 40% des couples homosexuels de moins de 45 ans ayant répondu à une enquête affirment vouloir des enfants. Parmi eux, 52% voudraient en avoir Aussitôt que possible et 35% voudraient construire une famille dans les trois ans à venir. Ces résultats seraient les mêmes que ceux d'une enquête menée par l'Institut National d'études démographiques, INED, avec des couples aussi bien homosexuels qu'hétérosexuels. C'est ce que nous apprend François Cross, représentant de l'Institut français d'opinion publique, IFOP. Selon lui, sans un changement dans la loi, nous ne pourrons pas empêcher les couples homosexuels d'aller faire des enfants à l'étranger. 75% quinze pour cent d'entre eux sont déjà prêts à aller dans un pays où la GPA est légale. Il nous fait aussi remarquer qu'il y a déjà des couples homosexuels ayant des enfants grâce à l'adoption et que la discussion du droit à la PMA et GPA en France pour les couples homosexuels est inévitable. Les couples hétérosexuels désirent aussi la GPA. Il y a aussi de nombreux couples hétérosexuels avec des problèmes de fertilité et désirant avoir recours à la GPA. Ce n'est donc pas un problème propre aux couples homosexuels. De nos jours, en France, le sujet de la GPA est toujours en discussion. Cependant, même parmi les gens très actifs セバスチャン先生、ありがとうございました。フランスでは同性婚が合法となりましたが、同性カップルが子供を持ち家族を増やすということについては法律や 宗教的なな考え方など複数の課題があるようです今後の展開にも注目していきたいですね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。Web 上で公開している情報サイト、フランス365では、毎日最新のフランス情報、フランス語学習法を公開しています。フランス365で検索して、ぜひ、 お気に入りに登録してください。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、1回1500円から、世界中どこでもオンラインで、マンツーマンレッスンが受講できる、アンサンブルアンフランセをご検討ください。まずは、無料体験レッスンでお待ちしています。この番組は、毎週週末から、 週始めをめどにお届けする予定です確実にお届けする方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してくださいまたオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています 週の初めはフランス365でフランスの最新ニュース週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみくださいそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょう